20秒前です。15秒前、10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1。みなさん、グッドモーニング、おはよう、サーズデイ。ミッキーアイビンド、ゆたしくうにげえさびら。7月23日の放送です。私、気づいたことがあるんです。ラジオとかね、テレビとかインターネット、共通して感じたことなのですが、耳から入る刺激が過激になっているのではないかなと思います。特に音楽ですね。それからお笑い、それから CM、映像、どれをとっても過激な場面が中心になっているのではないかなと思うんです。レイカさん、どう思います？選挙、うるさい。正直だね。リスナーの皆さん、そうなんです。私、実はですね、選挙で一番気になっていることがね、まあ、最近と言いますか、昨日鳥越さんって、東京都知事、今立候補してますよね。その鳥越さんがおっしゃってたんですけれども、自分の名前を連呼する、連呼してね、よろしくお願いします、よろしくお願いしますが多いと、それはその選挙政策には関係ないですよね。名前を売るということに関しては芸能人みたいでしょ、ということで、鳥越さんはどうしたかと言いますと、連呼はやめて、名前の連呼はやめて、主張すること、要は政策をね、詳しく主張することに重きを置いてるそうです。ああと皆さんね、感じてたはずです。なぜ名前ばかりを強調してね、しかも何て言いますか、何度も回るじゃないですか、一日でね。それは一生懸命というのを表現したいがために、またね、雨降りにわざと濡れてから背中色々喉がくりっていうね、やりますよね。実はね、なんで私がそう言うかというと、実は私の弟がだいぶ昔ですよ、もう10年ほど前なんですけど、立候補したことがあるんですね。その時私同じことをしました。道でね、邪魔だなと思いながらも、ね、交差点でね、手を振ってよろしくお願いします。そして私が聞く立場になった時に、うるさい。うるさいなと思ってたことをやってしまったことにすごく反省して、もう二度とね、ああいうことはしたくないなと思ってるんですけどもね。今もそうですよね。反対運動にもね、いいことではありますけどね、悪いことではないね、反対する、主張する、これはいいことです。ですが、道路ね、道、上がり道のところなんですけどもね、軍の近くなんですけど、もうあれなんですよ、窓閉めてね、もう怖いから、うるさいから、音がで曲がる時ですよ、カーブ、大きな声で怒鳴られたんですよ、私、聞けって、ってこっち一生懸命ですよ、で右折するでも直線もあるから、怖いさだから、窓閉めてるのに大きな声で窓のそばまで来て、もうちょっと高齢の方だったんですけど、びっくりしましたよ、何事みたいな。だから、過ぎたるは及ばざるべからずという ことわざがありますよ、ね。ですから、何事も一生懸命というのを相手に伝えるためにね、そうやって大きな声で、ね、アピールするのは結構かもしれませんが、場所、ね、場所をわきまえていただきたいと思います。特に交通事故は起きたら大変ですよね。ですから、道路沿いでのね、公園という、公園はまあしょうがないけれどもね、なんて言いますか、手を振ったりとかね、わわわわするのはね、ちょっと遠慮していただくとね、ものすごく私たち運転する側は助かりますので、経験者ですのでね、私も両方経験してますからね、手を振る方もやりましたから。はい、ということで、鳥越さん応援してます。いけないね、いけないね、個人的な名前あげたらいけないんですけど、でもやっぱり政策というものはね、私は新しいものをね、いいと思えば勇気を持ってね、好感度がなくても、昨日そういえば巨泉さんの、見ました、何でしたっけ、あれ、金スマ、金スマでね、私巨泉さんあまり好きじゃなかったんですよ、実はね。
言葉は硬いし言いたい放題言う、なんだこの司会者はと思ってたんですけども、しばらく見えないなと思ったらすごく寂しくて、うん、そして昨日クイズダービー、あ、そういえば見てたと思ってそしたらあの竹下恵子さんっていうあの素敵な方、うん、私あの方に似てるってたまに言われるんですけど、うん、似てるとか竹下恵子さん、あの憧れ の, あの女優さんなんですけどね、うん、彼女が涙ちょこっと出したんですね、うん、その時私も涙を流してしまいました。で巨泉さんがね、まあ、もうあのがんでね、で喉頭がんかな、喉から入ってったみたい、うんうん、なのでやっぱりアナウンサーとかね、歌を歌われる方、声優さんとかはね、喉から入りやすいんです、酷使するからね。それでね、今あのボイスサークル先生始めたよって言いましたよね、うん、あの上王者なのね、あの公民館でのボイスサークルの皆さんにはあのしつこくあの言葉でも表現してるんですけども、最近先生言葉多い実地さして実地歌もっと歌わせてっていうね声もありまして、あのまあ今後はね、うん、あの実地の方を重きを置いてね、あの指導していきたいと思いますが、でもなぜうるさく言うかというとね、喉を痛めて亡くなったうちの身内におじさんがね、あの亡くなったんですね、あの喉からバイキンがいて、そういう経験もありまして、でみんな喉から、うん、で喉ね、前麗華さんにもね映像見せたよね、うんうん、そういう生の映像を映しているものがありましてね、それをちょっと麗華さんに見ていただきましたけどね、声帯の隣に何がある？あ、食道。そうなんですよ、大切なね、物を通す食道があるんです。ですから声帯という器官はとても重要なポイントなんですよ。ね、こっちをねダメにすると隣の器官までね、器官じゃない、あの食道までね、あの影響するということなんですよ。ですから私はうるさく言うんです。どうかね、あのまあ、ダームの皆様たち私より年上なんですけど、皆さんね、あのどっか私の拙いねこの、解説も聞いて聞きながらあの受講していただくと大変あの嬉しいです。よろしくお願いします。あ、今道がそれたね話があ、そう、あのアクティブなね、あの音、あの音楽もね、あの何て言いますか、非常に、特に CM ね、うん、あのね日本だけだそうですよ。外国では CM をボリューム上げたりとかしないって、うんうん、日本だけこのスポンサーがねあの強気だわけ、うん、で自分たちの商品を売るために大きくしなさいっていうねスポンサーもいて、大きくボリュームが大きくなるそうなんですよ、うん、だからほら時々思わない、あれ宣伝すごく声が大きいな、さっきまでねちっちゃかったのにみたいなだからそこもね、やっぱり CM サイトの側もね、あの聞く側 の, あのストレスを軽減していただきたいなでたまに静かにほらシーンと、うん、でね JC とか、うん、あのなた、瀬戸物と瀬戸物とあれすごくいいよね、あのうるさい中で静かなものが出てくるっていうのはすごくいいのよね、うん、逆にそこの方を注目してしまうので、CM を作られる制作の方たちもまたスポンサーの方たちもそこのところをよく考えてなさったらいかがでしょうかで最近動物を取り上げてるのが多いけどね、うんうん、いいんじゃない、にゃんこちゃんとかワンちゃんが出てくると癒されない？うん、癒される。あの動物たちっていうのは人間のね意図を反して眠ったりとか急に叫んだりとか急にね粗相したりとかね、うん、するじゃない、うん、そこが、まあ、私たち人間からするとね可愛らしい、あ、いいなって、自分はあんな風に自由にしたいなっていう願望もあると思うんですよね、うん、ということでね、あの皆さん、うん、またお笑いの方はね、うん、あのまあ、印象付けるためにこうオーバーアクションするっていうのはね分かるんですが、うん、大変に、うん、印象付けたい。でもあのやっぱりねお笑いの中でも静と動を、ね、使い分けているね、うん、あの方がいますよね。ちょっと2人のほらピンクのほらあのなんていうのって何だったっけ、こうやって胸張って演技する人がいるよね。春日君なんかね静と動を使い分けてるじゃん。そうさね、沈黙したりね、 あ,、うん、あれとってもいいよ。だからお笑いの方もね、うん、あのまあまあその1分だったら1分の中で精一杯やろうっていうのは分かりますが、うん、あのね、どうだったら見てる方はチャンネル変えちゃうんですよ、うん、だからそこのところもね、お笑いの、あの今ねお笑いブームじゃないですか。私も大好きでよく見てるんですけれども、うん、そこのところがあの静と動が使い分けられるとね
すごくいいかなって、見てる方も、うん、よりあのお笑いのファンになりますので、そこのところを皆さん考えながらやっていただくといいかななんて思います。はいね、それではここでね、また CM を挟んで、この後なんですけども、ワンポイントアドバイスとバッハについてと、あと手相の珍しい手相についてのお話をさせていただきます。はい、それでは CM。 ありがとうございます。はい、じゃあということで、バッハから話そうかな。バッハね、でワンポイントに今日の手相でしょ。うまいかったよ、うん、あとのこの釣れないところがいい。無理して笑わないところもね。正直うるさいって言ったところもよかった。よかったよかった。まあね、そういう感じですよ、ね、かな。宣伝はあとどのくらい、もう少し、あと20秒です。あと20秒。最初からマイク開けて大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫です、はい、10秒前ですね、はい、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、はい、皆さん引き続きミッキーのミラクルハッピーデイお送りしたいたします。本日の、作曲家についてちょっとね、皆さんにお伝えしていきたいなと思います。前回はモーツァルトだったっけ？うわ、クイズ、モーツァルトクイズしたかな、はい、今回はヨハン・セバスチャン・バッハ、ね、よく皆さんあのバッハっておっしゃいますけども、ヨハン・セバスチャン・バッハですからね、はい、性別は男です、はい、金髪のカツラをね、これ映像見れる人ね、ユーストリームで映像見れる方、今私フィリップをね表示しておりますが、よくあの音楽室にね飾られてるよね、うん、ね、うん、バッハさんね、うん、最初見た印象、正直に男女って分からない時、パッて見てどう思った？パッて見て、うん、バッハを、うん、パッて見て、何も、うん、なんか何も情報がなくて、うん、パッて見て、あんまり覚えてない、あんまり覚えてない、覚えてない、そうかそうか、まあ先生はね、あれおばさんと思った。ズラなんですねこれ、うん、実はこの時代っていうのはね、あ、みんな、そうそう、ズラ、なんかね、王様がねコンプレックス持っててね、うん、ハゲてたらしくて、うん、で、その公式な、例えば演奏会であったり裁判とか、うん、まあ、公式な、場では、うん、皆さんカツラをかぶってくるようにということで、でハゲてない人もみんなカツラをかぶって、まあ、なんて言いますか、出演したというか、帽子感覚、はい、で真っ白でしょ、うん、白髪みたいな感じだよね、うんうん、違うんですこれ、何かの毛です、動物、羊、はい、ピンポン、そう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 、羊の毛だったんですね。だからクルン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 してますよね、うん、だからパーマをかけてたわけじゃなくて、羊の毛をこう頭にね、うん、してたわけですね。暑かったそうですよ、暑そう、うん、あ、ハゲてた人はね、ちょいハゲの人はね、よりハゲたそうです。今みたいにアデランスとかね、素晴らしいものはなかったわけですから、当日はね、しかももう群れ群れのね、うん、そうそう、通気性悪い、ということでね、まあ、毛は抜けるしね、ということで、バッハの時代はそういうズラをかぶるというね、まあ、そういうのが、まあ、一般だったということですね、うん、女性の場合はまた違いますよ、うん、女性の場合はね、ウエストが58センチじゃないといけないということで、うん、大変だよね、じゃあぽっちゃりさんはどうするのってことはね、締め付ける、そうなんですよ、だガードルで、うん、あ、最悪、怖いね、ウエストだけこう、細くて58センチなんてさ、ありえんし、蜂かよってね、乗馬かよみたいな。でも実際そういう決まりがあったそうですよ、日本でもあったんだよ、日本でも、徳川の何代将軍だったかね、動物を、うん、殺してはいけない、殺生してはいけない、何だった、
吉宗だった。誰かわかんないけど。わかんないね。カも殺したらダメなやつですね。そうなの？そっちのことですか？そうだった。カも殺したらダメだったっけ？だと思いますよ。動物殺傷なんとかかんとかあれよね、うん。もう歴史あんまり好きじゃなかったんで。社会苦手。ごめん、音楽と私が得意だったのは美術以外はギリギリでした。レイカさんは何が得意ですか？ちなみにレイカは英語が得意。はい、今バッハの話だったのにって今ね、コメントが来そうなので今ちょっとバッハの話をしたいと思います。バッハさんの特技、歩くこと。歩くことだったそうですよ。うん、歩くこと。有名なオルガニストの演奏を聴くために400キロも歩いたと。やば、すごいね。日本でいうと東京から名古屋までって。歩ける？無理。歩けます？無理ですよね。いい、無理。私ここからここから茶壇まで歩くのも大変なのにと思いますけどね。はい、それからですね、バッハは子沢山だったんですね。さあ何人子供がいたと思いますか？1、2人、2、6人、3、1ダース。1ダースは12年。はい。1、2、3。はい、どちらでしょうか？でも交換を忘れちゃった。まあいいや。2かな？はい、2。6ぐらいが。2、6人。はい。私も2かな？2と思います？はい。正解は、パンパカパンパンパーン。効果がないので。はい。正解は3番の1ダースでーす。これね、よく小学校、中学生にもね、こうクイズ出すんですけど、みんな外れるんです。今時1ダース、ね、今ほら1ダースなんてありえんでしょ、うん、うん。でも昔はね、10人とかね、結構いたそうですよ。うん、沖縄でもね、うん。今も最高6人、7人ぐらいじゃない、うん、でももう8人いたらね、テレビに出るぐらいだもんね。本当に、うん。だからいかにね、昔はね、大量生産って言ったんですけど。まあね、でもね、 なぜ人口は変わらないか。人口ってほぼ変わらないのよね、あんまりね、うん。でどうしてかというと、まあ、戦争が起きたりするっていうのもあるし、また当時はね、流行り病、天然痘とか、うん、黄高熱とかね。今だったらほら、予防接種でね、防げるものも、当時はね、命取りだったそうです。だから小さい子供のうちで亡くなるというパターンが多かった、うん。だからバッハも受け継いだ子はたった2人よ。へ、うん、12人で。そう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 、という現実があったそうです。でまた大食いであったと。はい、ふくやかなね。バッハさんふくよかなんですよ、すごく。はい、ふくよかな、まあぽっちゃり。私のぽっちゃりは私ぐらいなんですけど、世の中でいうぽっちゃりはね、マツコさんぐらいですよね。マツコデラックスぐらいですよね。あれぽっちゃりですか？だってぽっちゃりって出てくるもん。ねえねえ、だから私もぽっちゃりなのに、でっぷりじゃないのって言ったからなんだけど、だからね、ちょっとね、おデブのね、段階もぽっちゃり、でっぷり、どっぷりみたいな感じで、3段階でこう皆さん評価していただきたいなと最近思います。ぽっちゃりの私が言うんですけども。はい、ということで大食いね、大食いでですね、もう本当に10食ぐらいをいっぺんで取ったことがあると、うん、10食だよ、10食、うん。まあね、そしてね、亡くなったのはまあ65歳、65歳まで、まあ、長生きだね、当時で言うと。人生50年って言われてる時代なのでね。はい、死んだところって書かれて、これ面白いんですよ、これ。死んだところって書かれて、ライプチヒ、ね、東ドイツだそうです。はい、顔立ちは、まあ、凛としてて、鼻はね、高くてね、とても大きい、ね、体は頑丈で屈強だったそうです。背は高かったかな、そこまでは書いてない。あ、170センチあったって。うん、うん、頭はでかいということは4等身ぐらいかなとか言って、この絵で見るとね、アニメだから3等身からそのぐらいに見えるんですけど、まあ、4等身ぐらいだったんじゃないかなと思います。顎は突き出ていた、しゃくれてたってこと。ね、あれあれ、ちょっと待ってください。1ダースって12じゃないんだ。 20?1 ダースは12です。12だよね、うん。あれ20人って書かれてる、ここに。あれ、音楽の父、実は20人の子供の父。えあれ1ダースって書かれてるんだけど、ここには。まあいいか。20名はちょっとね、嘘よね、絶対わかんない。私1ダースってずっと信じてたんだけど、ここには20人って書かれてる。どっちなんだろう。
まあ、あとは皆さん検索して調べてみてください。はい、はい、あのということでバッハはね、ブランデンブルグ協奏曲とかね、あの数々の名曲を残しました。まあ、音楽の父と言われておりますね。はい、バッハの話はこのぐらいにいたしまして、それでは今度はね、音程についてよくね、私歌を教えている時に音程が外れたら歌手になれないんでしょうかと、中井さんはどうなんでしょうかとスマップのね、うんうん、とよく言われるんですね、うん、でまあ、森重久彌さんってもうねだいぶもう高齢まで生きてらっしゃったらね、俳優でもあり歌手でも、うん、知床旅情とか歌った森重久彌さんってご存知ですか？知らないです。知床の岬にってね、うまいのか下手なのかわからないような歌い方する方だったんですけども、でもミュージカルにも出ているし、うん、独特の味がある歌い方っていうのがあるんですね、うん、ですから音程が多少外れていてもオペラもそうなんですよ、うん、ちょっと外れてるかなと思うような、マリア・カラスというすごいね、オペラ歌手もだいぶ昔の方なんですけどね、うん、50年ほど昔の歌手がいたんですけど、この方も完璧に歌っていてもね、うん、まあ時にはねは外すこともあるという、うん、まあそういうことがあってね、うん、でもものすごく演技力があってね、うん、そして体も大きい方だったんですけども美人でもあった、うん、ということで、まあ、美人効果といいますかね、周りが不安が多かったっていう、うん、ですから音程うん、ね、クラシックに関してはね、音程というよりも響きが重要なんですね、美しい響きの声であるかというね、うん、もちろん音程も大事ですけれども、あんまり外れてたらそりゃね、音痴ってなんですけどもね、そうでない、まあ、演技力でカバーしたり、まあ、美貌でカバーしたりという場合もあります。それが象徴されているのがアイドルだと思います。 AKB さんね、まあ、AKB さんはね、まあ、皆さん上手な方が多いんですけどもね、うん、音を外すってことはないかもしれないけども、歌い方からすると幼稚な歌い方、幼稚園生の歌い方に近いですね。 I want you I need you ってありますよね。あれ見てたら、ああ幼稚園生みたいと思うんですけど、まあでもそこもね、可愛らしさというかね、私も AKB 大好きなので文句は言えないんです。あ、残り4分ですということで、はい、音程が外れても大丈夫です、心配しないでください、演技力と美貌でカバーしましょう。はい、ということですね、またね後ほどね、機会を見つけて詳しくお話ししたいと思います。最後に手相、皆さん興味があるということで、もう毎回取り上げていこうかなと思ってるんですけれども、うん、珍しい手相についてちょっとお話ししたいなと思います。さあ、珍しい手相といったらどういうのがあると思いますか。レイカさん一度二度見たかな最近お友達もね、うん、見させていただきましたけども、珍しい手相ってどんな手相だと思います。わかった、じゃあね、頭脳線と言われるものはどこにあると思いますか。ちょっと手出してもらう。真ん中ら辺、 ここら辺にありそう。おあたり正解り、うん、これ頭脳線ね、うん、はい、皆さん見てください。ユーストリーム見てる方、ツイキャスね見てる方、ここです、これ感情線ね、これ頭脳線、これ生命線。この人離れなので外人みたいですよ。どういうこと。独立独歩、ね、結構自由奔放なんですよ、うん、で大体のことしますよこの人、レイカさん。はい、ということでね、レイカさんのこの離れと言います、これね起点、うん、生命線と、うん、このね頭脳線がこう離れている人、これ外人さんに多いんですよ、うん、外人さんはね赤ちゃんの時からね一人で寝かされてるでしょ。何でも一人でねやるようにということでね、まあそういうこともあるんですけれども、まあ欧米の方たちはね自分で道を切り開くというのがね、うん、もともとねそういう民族ですからね、うん、で日本人に珍しいんですこれは。やったレアだ。大体私もそうなんですけど、こうつながってるんですね。でつながってるのが悪いのかって、そうではありません。はい、ちょっと下ろしてね、うん、まあ今レイカさんの手で言いましたけど、あ、もう一回手でちょっと貸して、これがまっすぐつながって一本になってる人、残り2分、感情線と、感情線と頭脳線が一本になってる人
をマスカケ線と言います。聞いたことある？レイカの弟がそんなですよ、うんうん、え、じゃあレイカさんの弟さん今度連れてきて、ちょっと見たい、写真撮らせてくれる、ね、珍しいから100人に1人か2人しかいないよ、うんうん、素晴らしいよ、うんうん、まあね、でもね、ちょっと注意しないといけないところもあるんですよ、うん、実はね、いいからといってね、いいからといって運勢もいいということではないわけですよね、うんうん、もう独立どっぽっていうの意味ではいいかもしれない。今言ったマスカケ線は、うん、もう自分で何かを発明して、または発案して、うん、提案してというね。だけど自分の実力を信じるあまりに周りとのね調和が、ね、ないということで、あの少なね、うん、あのドゥーカッティがあるからっていうか、まあ、そこのところはね、あのみんなのね話も聞きながらというふうにできると成功するということなんですけどもね、うん、今マスカケ線についてお話しましたけれども、あと1分ということでごめんなさいね、また続きは次回。皆さんどうかコメントよろしくお願いいたします。コメントってどんな人出すの？ツイキャスでコメントを、ね、読み取ることができますので、あのどうかあの皆さんお時間があるときにはコメントよろしくお願いします。毎週土曜日の午前11時半からスタート、はい、タイトルはビッキーのミラクルハッピーデイ。皆さんゆたしくうにげえさびらでは来週お楽しみに。ハケです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。